ノア、しっかりして。うう、目が、暗闇に光る目が、たくさん、たくさん。大丈夫だから、落ち着いてよく見て。あれは全部、猫よ。え？猫？ノアさん、大丈夫？うわぁ、何この部屋、猫だらけ。この屋敷、野良猫たちの住処になってたみたい。もしかして、さっき窓から私たちを見てたのも？きっとこの猫たちね。それと、トアの服の中に入り込んだのは、多分この子じゃないかしら。すぐお風呂に入った方がいいわね。すみません、何かいるような気がしてみんなで見に行ってたんです。そしたら野良猫たちが住み着いてたみたいで。2階の窓は割れていました。猫たちはそこから侵入してたんだと思います。数えきれないくらいたくさんの猫さんがいて驚きました。あの、このお屋敷を取り壊したら猫たちはどうなるんですか？じゃあみんな行き場がなくなっちゃうの？一匹や二匹ならともかく、あれだけ多いとね。全員に飼い主を見つけるのはなかなか難しいかも。そんな。あ、サキちゃんの足元に。大福様、いつの間に。見て、屋敷から野良猫たちがゾロゾロ出てきたよ。大福様、どこに行くつもりなの？あ、大福様の後に猫たちがついていく。ちょっと待って、この方向ってもしかして。無事に儀式が終わった後、野良猫さんたちは神社に住み着くようになりました。伊吹さんもお父さんも最初は驚いていたのですが、猫さんたちが名物になって猫神社と呼ばれるようになってからは、若い参拝客が増えたと喜んでいるようです。めでたしめでたし。あれ、さっきまた来てたんだ。うん、猫さんたちに会いに。ここは私にとってパワースポットだから。やれやれ、あまり遅くならないうちに帰るのよ。うん、気をつけます。あ、大福様、またさっきの膝枕で寝て幸せそうな顔してるな。全然人に懐かないし、ふらっと現れてゴロゴロ寝てるだけって思ってたけど、大福様のおかげでうちの神社も人気が出て若い参拝客が増えたのよね。もしかしたら大福様はこの神社の守り神なのかもしれないわね。